ビーキングは鈴木の大型二輪車。機種機構は GSX1300BK。排気量 1340cc のネイキッドタイプのオートバイである。2001年10月、第35回東京モーターショーにコンセプト車として登場した。GPS を利用して気象情報を表示できるなどのハイテク装備も、さることながら 240mm の 国太トリアタイヤなどをまとった力強いスタイリングがバイカーの間で大きな反響を呼び、そのほとんどがこのまま市販してほしいというものだった。これは同じ鈴木のコンセプト車であったファルコラスティコやヌーダのような夢のバイクとは少々異なり、かなり現実味を帯びた仕様になっていたためであった。さらに当時ヨーロッパで流行していたストリートファイターという潮流にも乗り、 日本国外でも大きな波紋を呼んだ。フランスではバックヤードビルダーのラザースというメーカーがエンジン共通のハヤブサをベースにビーキングそっくりの走行可能なカスタムバイクを製作しており、地元市掲載後には日本のバイク雑誌にも紹介された。2005年パリサロンで GSR が発表され、翌年5月に発売される。そのスタイリングは B キングを彷彿とさせるものであったが、イメージに止まるものであった。2006年9月、鈴木は B キングの市販化を発表する。同年のモーターショーに出品された展示車は、まさに B キングをより現実的にリファインしたものであり、期待が高まった。2007年7月5日に2008年モデルとして発売を発表。同年10月に2008年モデルとして日本国内で、 発売開始、ありがとうございます。